はい、どうも、アセロチャンネルです。どうも、アセペンです。はい、今日は、はい、とある検証をしてほしくて、またやっていこうと思います。野球やる中で週に1回、2回体を動かすときに柔軟性大事じゃないですか。で、以前は股関節ストレッチをやって、ぶっちゃけどうでしたか、効果は。あったと思う。ありますか。スムーズに動くようになったなって感じ。今日は肩甲骨盤を、はい、やっていこうと思います。いいですね。はい、でちょっと自分ドンキホーテに行って、とある商品を買ってきました。はい、ドンキホーテのこちらです。顔伸びる、結構きついよ。ハードボディストレッチだって。3種類ありました。めちゃくちゃ柔らかいの、ソフトと、ハードとベリーハードかな。真ん中ぐらい、肩甲骨、いろいろこういうストレッチあると思うんですけど、ちょっと今回は分かりやすいのがいいなと思って、こういうことそう、あとまあ少しこう、そう前後にで、そのほぐれる動きを出して、毎晩やったら変化はあるのかという検証です。はい、ピッチングでいいね。ピッチングでいきましょう。オッケー。ちょっと試しに。へー、あー、いいよ。戻りがやばい、これ。こういうこと。どっちを、こう、下を上げた方がいい。それで多少動きが多分出るんで。やばい、きついきついきつい、やばい。はい、これを毎晩やってほしいと思います。ビフォア、そうですね。はい、本当にじゃあぴったりぐらいかな。あ、ちょっとでも届いてないか、手の下までは。まあ写真撮っといて、ここスクショで。はい、で、右どこだ。こう、ちょっとこっちの方が多分硬いと思います。ちょっと硬い。はい、なので、これから初日から始まり、7日間を終えて動きとどのくらい変わるのかをやっていこうかなと思います。というので、早速初日よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、はい、というわけで今日から1週間肩甲骨のストレッチをやっていきたいと思います。1日3分ですね。やることはもう決めてあって、3種類やろうと思ってて、1個はここからこういうの見える？こういうのと、で2個目がこれ、これと、3個目はちょっと短く持って、よいしょ、これを上に上げる、この上の方の手を上に上げるっていうのを1分ずつやっていきたいと思います。はい、では1日目スタート。どうしても肘が曲がっちゃうんだよな。極力曲げたくはないんだけど。これね、3分全部垂れ流しにしたらめちゃくちゃ長い動画になっちゃうんで、多分ほとんどが早送りとかカット早送りになるかな。はい、オッケー、終わり。ということで1日目終わりです。1個伝えたいことがありまして、あのこちらですね、こちら見てください。よいしょ、朝ペン T シャツを作りました。イルマモンタナスポーツさんのオンラインショップで販売してまして、白と黒とグレーの3色展開でやってるんで、そんなたくさんは売れないと思うんですけど、もしよかったら検討してみてください。はい、ちなみにこれ私が今着てるのが、メンズの S サイズです。身長は157センチです。こんな感じです。お尻ぐらいかな、ちょうど袖は肘ぐらいまであります。これを外で着るのはなかなかの勇気なんで、多分家の寝巻きになるかなって感じなんですけど、また来店イベントやると思うので、その時に着てきてくれたらめちゃくちゃ嬉しいなっていう感じです。はい、はい、というわけで2日目やっていきたいと思います。スタート。あ、ミスった。
これ同じ光景を何日分もずっと見てめっちゃつまんない動画な気がする。需要あんのかね。最初と最後だけ見ればいいんじゃないかって思っちゃうけど、これ人のチャンネルで言っちゃあかんやつだ。よいしょ。オッケー、はいはい、2日目終わりです。はい、ということで3日目やっていきたいと思います。なんだっけ、これか。オッケースタート。うまくできない。よいしょ。よし、オッケー。はい、3日目終わりです。はい、ということで4日目やっていきたいと思います。半分が過ぎようとしています。感覚的にはちょっと柔らかくなってる気がしなくもないです。わかんない。はい、じゃあやっていきます。よし、オッケー。はい、4日目終了。暑い。はい、というわけで5日目やっていきたいと思います。オッケー、よいしょ。はい、ということで5日目終了です。はい、というわけで6日目、残りあと2日ですね、やっていきたいと思います。スタート。OK。 はい、6日目終了。明日が最後。はい、というわけでついに最終日、最後はアーリアシャ T シャツを着て終わりたいと思います。じゃあラスト。オッケー。はい、ということで終わりました。まあ、やってみた感想としましては、なんとなく柔らかくなった感覚はあります。まあね、そんな感覚とか言ったってしょうがないので、
ね、最後に画面切り替えてね、写真を見比べてみようと思います。一緒に見てみましょう。どうぞ。ということで、いかがだったでしょうか。私はまだ見てないんで結果わかんないんですけど、まあ、肩甲骨のストレッチは本当にピッチングに大事だと思うので、これからも続けていきたいと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。走れおいチャンネルさん、お邪魔しました。今日の動画は以上になります。ありやした。そして今月のプレゼント企画はこちら、 SSK のコースキートレーニンググラブになります。こちらは小さいグラブで正確な補給を身につけるための野球ギアとなっております。こちらチャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。当選発表は7月最後の動画で行いますので、どしどしコメントよろしくお願いします。コメントは何でも OK です。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。オーリオショー。